こんにちは。はい、こんにちは。今日はフリースピリッツの店員さんにおすすめのクラッチバッグを紹介してもらいたいと思います。はい、お願いします。はい、ずっと構えて持ってたこちら、ファイブウッズのクラッチバッグですね。はい、こちらはですね、1890年創業の林吾さんっていう、超老舗のカバン屋さんが作ってるカバン、まあ、クラッチバッグなんですけれども、はい、ですね、まず、まあ、ちょっとデザイン特徴的なのここですよね。ちょっと肉盛りの加工になってるんですけども、はい、これはそのデザイン的におしゃれっていうのももちろんそうなんですけども、ちょっと締まる感じがありますよね。そうですよね。でこれがあることで、ちょっとまあキャパオーバーなんかでカバンにこう荷物入れたとして、はい、まあ、ちょっと膨らんでもですね、はい、まあ、出した時にまた元に戻ると、まあ、型崩れしてないということで、まあ、そういう型崩れ防止になるので、ずっと長く使っててもシルエットが綺麗な状態で保たれるので、もう機能面も、はい、見た目も兼ね揃えて備えておるんですか、ね、はい、そうなんですよ。でですね、まあ、こうちょっと横向きに持つこともできるんですけども、はい、ここにねハンドルがあるので、お、珍しいですよね。珍しいですよね、はい、縦に持つこともできたりという、なんかすごい縦に持つとあの、はい、よりシュッとした感じに見えますね。そうですね、はい、そうですね、確かに、うん、シルエットがねすごい。ちょっとねこれね、クラッチで持ってると手が疲れる時もありますもんね。そうなんですよ、ね、このねハンドルがこれまた結構肉厚なんで、はいはい、すごい持ってても全然疲れなくてですね、お、すごいフィットするんですよ。いいですね。これは、はい、これは茶色になるんですか。これはね一応ボルドーワインレッドですね、はい、ちょっと赤みがかった感じのですね、お色なんですね。はい、これ使うともうちょっとあの光沢も出てきますし、はい、色に深みが出てくるので、なんかねより本当のワインみたいな感じになっていってですね、すごい綺麗な色に変化していきます、ね、元からすごい綺麗なんで、あ、ですね、楽しみですね。そうですよね、育てがいがあります、はい、はい。中なんですけども、待ってください、チャックがちょっと下まで降りましたね。あ、そうなんですよ、これ意外とね、はい、珍しい。そうそうなんですよ、いいですねこれ。そうなんですよ、これで結構こう中がね、はい、ガッと開くんですごい見やすいんですけども、中はですねこのような形で、まあ、非常にシンプルな構造なんですけども、ここにポケットが2つついてます。見えますかね、ちょっと暗いですけども、はい、あってですね、こちらにファスナー付きのポケットがあるので、まあ、貴重品の収納なんかに重宝しますね。で、まあ、さりげなくロゴが入ってるんですけども、1890年ジャパン5ブーツ、もうジャパン日本製ですね。はい、かっこいいです。一回携帯とか入れてみましょうか。あ、そうですね、どんなサイズ感なのか、ちょっとこれでサイズ感を、まあこういう感じなんですよ。あ、めっちゃ余裕、携帯入れてで余裕で、はい、あと長財布を入れても全然問題ないですね。そうですね、まださらに入るような感じなので、はい、でこれちゃんとこう締めても、はい、もちろん全然膨らんではないので、出ないので、そうなんですよ、これぐらいだったらもう本当に余裕なんで、まあ普段持ち歩くもの、最低限のものだったら全然余裕で長財布、ちっちゃいあのカバンで長財布入れれるっていいですよね。そうなんですよ、長財布がね結構入れるともうバチバチになるのが結構多いんで、はい、そうですよね、そういう意味ではすごい、それはすごい嬉しいポイントですね。はい、個人的に気に入ってるポイントとしてですね、はいはい、この中のこの生地がおしゃれじゃないですか、はい、ネイビーで青色のね、綺麗ですね。そうなんですよ、これよく見たら林吾さんのねロゴがこうちょっとところどころに入ってて、ちょっと動画越しだって見にくいかもしれないですけど、5本の林がね入ってるんですよ。このロゴマークがさりげなくておしゃれでね、いいですね。はい、そうなんです。まあちょっとおしゃれさと実用性を兼ね備えた、まあもう老舗のカバン屋さんが作ったもうならではやなっていう素敵なカバンですね、はい、え、これ立つんですか。あ、そうなんですよ。え、すごくないですか。自立するんです。え、めっちゃマチ薄いのに。そうなんですよ、今何も入ってないですよね。何も入れてないんです。入ってないのに自立するってめっちゃすごいです、ね、そうなんです、これ意外とねないですよね。確かにないですね、はい、めっちゃいいの、なんか欲しくなりますね。そうですね、男女ともに使えますからね、はい、これだとサイズもちょうどいいサイズで、まあ、そんな
はい、素敵なクラッチバッグを今日はご紹介いたしました。はい、はい、では今回はファイブウッズのクラッチバッグをご紹介させていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。